ル始まるよ、イエーイ。フーガのですね、トランクルームなんですが、1個2個と、LED の方の玉交換をしていきたいと思います。こちらはね、布なのでこうですね、パカーンと外れます。電球を取ります。で、この電球取るのはいいんですけど、熱持つんですよ、この電球って。なので火傷する可能性がありますので、素手じゃなく手袋を取るようにしてください。はい、玉を取り付けました。で、取り付けるときこれね、LED なので、取り付けたら電気がつくかどうか必ず確認して取り付けてください。じゃあこちらです。こちらはね、布じゃないんで、プラスチックなので、まあ、本当は傷つけないためにも養生テープを貼った方がいいんですが、今日は自分は養生テープを使用しません。ただし傷ついても責任は取れませんので、ご了承ください。では早速こちらを取っていきます。煽ればですね、これで取れます。ただし爪は折れるので、ゆっくり慎重にやりましょう。はい、ご覧ください。これも電球が熱くなってますので、火傷する可能性がありますので、分的なんかで取るようにするといいと思います。では取り替えていきます。無事取り付けが完了いたしました。もともとついてた純正の玉よりははるかに明るくなりました。皆さんもぜひやってみてください。ゴミ屋行きでした。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。コウミヒョンイケでした。バイバイ。